日本代表は2日、2018 FIFA ワールドカップロシア決勝トーナメント1回戦でベルギー代表と対戦し、2-3の逆転負けを喫した。ベルギー代表のロベルト・マルティネス監督は試合後、日本の健闘を称えた。ベルギーメディア、RTBF が伝えた、ベルギーは日本に2点先。行きされたものの、69分に DF ヤンフェルトンゲ、記事全文を読む。